最初の挑戦者はこの人です。早瀬康弘さんで、お題は神の山。いや頑張りました。本当に前回は負けてるんで、今回はリベンジで絶対に負けられない戦いでした。どうぞ見てください。お願いします。お願いします。林康弘です。よろしくお願いします。タイトル神の山です。僕はですね、岡山県の山奥の、村出身なんですけれども、今現在も、林家その村でものすごく嫌われているんですね。まあ、その理由というのが、ありまして、その村には神の山と、崇められている、代々村の長村長しか住むことができない山があるんです。ですけれども、僕のおじいちゃん何を思ったか、金に物を言わせて、その神の山を買い取ってしまいまして、てっぺん切り崩して早瀬の家を建ててしまったんですね、で、まあ、そういうことが理由で神の山を冒涜しているんではないかという理由でちょっと嫌われているんですけれども、僕が小学4年生の時でした。夜寝ているとコンコンと音が鳴るんですね、何の音だろうと見てみると、下の家に、村長が住んでたんですけれども、その村長が泣きながらうちに向かって石を放ってたんですね。そのぐらい、まあ、早瀬家というのは嫌われておりまして、僕がまた、まあ、話変わりまして、中学2年生の時です。また夜寝ていると、次はシャン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 と鈴の音の音が聞こえるんです、はい、これなんだろうと思ってはぐってみると、次は玄関の前に白装束着た顔真っ赤に塗りたくった男が、杖に、まあ、鈴がついている尺状をですね、シャン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 と鳴らしているんですね、で、開いた方の手で頭をゴツ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 と殴りながら、ベーッと舌を出しているんです。まあ、それだけでも気味は悪いんですけれども、もっと気味が悪かったのが、その赤塗りの男の後ろにですね、まあ、数人男の人が立っていまして、その男の人たち、僕がよく知る村の人間だったんです。その時僕気がつきまして、要は村の人間たちが赤塗りの男を介して、要は山をですね、冒涜している早瀬家を呪っているんではないかと、そう気づいた瞬間、もうゾゾゾゾと鳥が立ちまして、もう怖くなって布団をかぶって寝てしまったんですけれども、次の日学校から帰ってくると、おじいちゃんが倒れているんですね。その様子というのが、昨晩現れた赤塗りの男と同様、舌をブーッと出した状態だったんです。数ヶ月後、おじいちゃんは亡くなりました。死因は脳梗塞。くしくもその脳の血管が詰まった場所というのが、うわ、この場所だったんです。以上です。ありがとうございました。はい、林さん、ありがとうございました。はい、ました。さあ、それでは早速感想を聞いていきたいと思います。審査員の皆さん、まず大月さん、もう本当に緊急検証シリーズのちょっと笑えるんだけど、薄ら寒い怖いという部分がかなりギュッと集約されていましたね、はい、完成されていたので、はい、ちょっと僕低かったかな、もっと上げてもよかったのかも、とても良かったです。ありがとうございます。はい、さあ、そして今頭を叩いてっていう話は中澤さん、はい、ちょっと伺おうかなと思うんですが、はい、はい、いやもう本当に何て言うんですかね、僕よりもよっぽどしっかりしてるですね、本当に点数つけていいのかなとも思ったんですけど、本当に、はい、なんていうか、階段として本当に最後ゾッとするし、でも最初は本当に入り口としては入りやすくて、本当素晴らしかったなと思います、ね、なるほど。さあ、そしてなめこさん、いかがでした？そうです、本当喋り方がなんか芸人っぽい喋りなんですけどこう笑いと恐怖の狭間みたいな、そういったところが面白かったです。はい、